今日は久しぶりに藤原食堂で中華すごい。いや、いつも中華になっちゃってるね。がっつり食べさせようと思ったら中華にしちゃってんだろうな、私が。あ、前回の小籠包からね。でも、見て、麻婆春雨、キクラゲとカニ、カマの卵炒めとエビチリ、ピーマンとジャガイモの炒め。最高。もうちょっともう見てるだけで満たされていくわ、はい、いただきます。スープからね。もうちょっと甘くてもよかったか私が食べる前に言うので、もう改善点。うん、いかがでしょう、うん、コーンスープ。おいしい。ほんと、うん、あ、よかったよかった。これ豆乳のコーン、出た豆乳のコーンと玉ねぎのスープです。豆乳娘すごいわね、豆乳の魔術師よ。もうもうことごとく豆乳使うよな、うん、白っぽいもん入ってるなと思ったら全部豆乳よ、うん、しおりさんこれかけないの？あ、バジルとか胡椒かけよう。パセリ。え、なんか私こういう、うん、なんかクリーム系のスープって、あ、その奥クリーム系のスープ、はい、なんかそこまで、うん、うわ、美味しいってなったことないの、正直。あ、ほんと？まあまあまあ、あれじゃん、想像できる。うん、うん、多少バカにして入るこういうのって私クリームとか入るクリーム系の味噌汁飲ませるよって思うじゃん。だけどこれめっちゃ美味しい。よかった。まあちょっとデザートじゃないけど、ちょっと箸休め的に食べてる。これ何？コーンと玉ねぎ。え、それだけでこんな味出るの？うん、あとまあ白だしとか。だしか、だから好きなのかもしれない。うん、和のものが入ってるから、うん、白だしとね、豆乳さんの相性がいいんですよ。なんかなるほどね。うん、エビチリ食べようかな。うんうんうん、大丈夫？ああよかった、ああよかった。うん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 、すごいよ。え、美味しい。これもしかしたら失敗しないかもしれないね。うんうん、これも美味しいよ。これ、うん、よかった。これは私が好きなんだよ。美味しいわー。ピーマンとじゃがいもの炒めが、うんうん、うん、ちょっとシャキシャキ感を残す。味全部ちょっと100点満点ね。ありがとう。もう本当にすごいわ。ちゃんと一から中華をこんなにたくさん品数作れるもんで、うん、いつの間にかすごい飲むの。そうだった。あと氷がすごい入ってるから、うん、氷が多すぎる。いやいや、氷いっぱい入ってる水はやっぱ最高よ。そうだ、氷をいっぱい入れて、なおかつ水もいっぱい入るってなったら最高よ、うん、だからそのコップは本当に買ってくれてありがとうよ。毎日使ってる。よかった。そんなめっちゃ水の美味しさが違うんだもん。体重計乗ってる？乗ったり乗らなかったそう、ペイちゃんにプレゼント、その体重計も買ってもらったんです。あのコップ以外もね。だけどやっぱ体重ってさ、測りたい時と測りたくない時あるじゃん、自分のマインド、うんうん、今測ったらショック受ける。でも測りたい時があるだけでも偉いわよ。ないわよ私こんな日いや私もまれよ、まれっていうか、その毎日測りますっていうわけは絶対ないし、1週間に1回測れたらよしだけど、私だって今んとこ棺桶に入るまで体重計乗るつもりないよ、うん、もうこっから。棺桶に入るときさ、測る必要あんの？ん？あ、そっか。まあ測るとしても空に行ってからよ。もう測らない。測らないと。一生測らない。そうそうそう。どうしても測れって、そのなんか入院したりさ、うん、なんかそういう時になんか言われたらやるけど。まあ測らなくても死にやせんから。うん。うん。でも、うん、あの体重計はやっぱちょっとレベルっていうか、うん、高いというか、いろいろ、うん、私が大学生時代に買った体重計からはやっぱり進化してるね。あ、そう。いろいろなんか密度やら水分量やら。密度？骨密度。高そう。ちょっとこと言って。すごいよ。骨の密度。骨密度。骨密度だけは10代。骨組みはしっかりしてる。怖い怖い。骨組みだけは10代よ。その顔。何何？骨密度高いよ。言ったことない人に。何が？そんなこと。骨密度高いよ。言ったことない。ないわよ。
みっちり詰まってるコツが。なんかそれだけで安心感あるな、うん、しおりさん最後なんかあの焼かれた時すごい残りそう。やめてよ、消してよ綺麗にさ、大変じゃん、拾う方も。拾うわよ、一生懸命。残ってたら嫌よ、骸骨が。そっかそっか、ほとんどあれないじゃん。私どうかなあるよ、あるあるって。部分的にすっごいあるとかかな、下半身だけすっごい。下半身元気ってことそう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 とかもうあそこだけ残して去るかね、このようホルマリン漬け。そうそう、あそこだけ綺麗にポンってらしいねとか言われてさ、みんなに横目でみんな、うん、え、ちょっと待って、やっぱり残ったねあ、その焼きで出てきた後な。そうそうそう、焼ききれなかったね。強いね、やっぱり手のあそこはそれはまあまあそうね、うん、死んだ後やし言われて、まあ笑ってね先に死ぬんや、先に死ぬの、ね、どっちだろうね。私だな、私だって、私よ。なんでごめん、先行くわって。ね、泣いてくれそう私、うん、先に行く感じはしないよ、うん、誰よりも見るんじゃない。やだ、みんなの死を見た後に寂しいって言って YouTube 撮ってる。平和の金さん銀さんになるの。もう本当に仲間が一人一人いなくなってっていうのを体験して、あと追わせてよ。いや長いよ。長いの？こんな苦しい人生なのに長い、そんな簡単には終わらせてもらえないよ。それで言ってもあなたもよ、あなたもここにいるのはなんかいろんな使命があるわよ。結構もういろいろ使命もやダメよまだ終わらせてもらえない。まだ終わらないわよ。あと何が残っとんやろ。名前変えたばっかなんだから。この間さ、うん、ちょっとラジオにね、うん、あの呼んでもらって出て、うん、で、ペイさんのお気に入りの曲とか最近聴いてる曲1曲あのじゃあ紹介してもらってって言われて、うん、モーニング娘。なるほどなるほどちょっと待って、モーニング娘の、うん、え、アイウィッシュ。もちろんもちろんよ、みんなびっくりしてた。モーニング娘のって言ったら恋のダンスアンドリーラブマシーン、ね、恋愛レボリューション、うんうん、とか、うん、そっち来るやろうなと思ったら一人ぼっちで少しめっちゃいい曲やけど、うん、ラジオでおすすめの一曲で流す曲ではないアイウィッシュいい曲や、ね、東京 FM で東京 FM の電波使って自分が好きな曲流して、本当に好きな曲流してラジオのためも思わず、うん、うん、それ聞いた人はほんまに好きなんやろなは伝わったやろそうね、あともう一曲流してくださいって言われて、今井美樹のピースオブマイウィッシュウィッシュ、またウィッシュよ、もう願いすぎ。そうよダイゴよりウィッシュしてるわよ今私。願いが止まらんや。そうよ、願ってばっかり人生、願うところまでは行くのよ強く、またウィッシュですねって言われた、言われるやろな、うん、突っ込まずに言われる、あ、本当だって言って、確信犯やろ。いやいやいや気づかなかったわよ渡辺真知子の迷い道流すか迷ったけどねいや2曲って言われたらむずいよな。すごいわよ、うん、渡辺真知子の迷い道入り知ってる、現在過去未来あの歌耳に残るよな、うん、あの時代の歌は堂々としとってやっぱ癖になるな、うんうんうん、カモメが飛んだ日ももちろん好きなんだけど、うん、私はね迷い道が好きなのよ。好きそう。え、渡辺真知子が好きなのよあの人日本で一番馬力あるわよすごいんだから、もう地鳴りがするんだからね、もうステージで歌ったら。なんで知っとん。え、もうほんといろいろ知りすぎ後ろにね何人コーラスつけても
一番声でかい。へえ、その曲は知っとるけどそんな風だったとは。うん、見てみよう。すごいわよ、好きよ私、うん、好きやろか。てかなんか似てるじゃん。そうな、うん、骨格やめ、あ、そういうこと？やめていや、似てるじゃんってさ、うん、好きなものが似てるじゃんってことかと思ったら違うわよ。私と渡辺さんが似てるってこと？そうよ。ちょっとどっちもほら共通してるのはほら、オカマ。いや、オカマじゃねえか私も渡辺さんも渡辺さんも骨密度高そうよ。高いわよ骨密度10代よ、いつまでも渡辺真知子さんは。アンテナすごいからだ。小柳ルミ子さんのブログすげえ読んでるしあれはもう読まなきゃ損小柳ルミ子のブログは初めて知ったの。その小柳さんがブログをやるタイプだとも分かってなかったし、ペイちゃんを通して、うん、あ、ブログやられてるんだって、うんうん、だからさ、ペイちゃんはやっぱブログ読んどるからだろうけど、LINE ニュースとかもやっぱ小柳さんのニュースがよく飛び込んできとるよね。小柳さんに詳しいよ、だから、うん、この間さ、うん、オリンピックの閉会式終わってさ、うん、ね、5時間5時間電話したよね、私たち。閉会式を同時にまあ見ながらな、うん、電話しとって、うん、閉会式が終わって多分3時間ぐらい電話したから。そうそうそう、最初はだからその、え、どうこの閉会式っていう話から、うん、だんだん話が進んでって、うん、閉会式の話をしようと思って電話したつもりだったんだけど、もう5時間のうち4時間半ぐらいは藤原しおりがどうやったらお姉になれるかっていう話その時言われたんよ。あなたおかまよ、あの気づいてないの、あんたおかまよって言われて、いや違う、おかまじゃないって最初否定してたけど、その4時間半ぐらい、いや、あなたおかまだねっていうのを言われたら、私、おかまなんかなって思う気だとか、あとなんか、おかまっていう、思った方が納得いくことがたくさんあったし、おかまの方たちが好きなもの、やっぱすごい好きだし、でもそれはまあ女性として好きだと思ってたけど、うん、なるほど、おかまなのか。そうそうそう、だからもう真剣に考えたもんね、あのどうやってつけるんだろうねとかさそういうその手術の話とか、うん、いや、あなたはついてた方がモテるわよ、言われて、つけましょつけまぐらいのテンションで、もうそれぐらいでいいわよ、あなたのその装着なんて。それぐらいでできたらもしかしたらつけとるかもしれない、うん、そんな簡単にできるんだったらな、つけた方がいいわよ言ってきても、いつあなたカミングアウトするいやいや、ゲイなんでしょレズビアンではなく、いつ言うのゲイだって。それが4時間ぐらい、そうよ、説得して。早いわね、相変わらず食べるの。うん、早い、いや遅いね。そっか、喋りながらでもすごいよね。綺麗、綺麗に食べてる。だいぶ遅く食べてる。これでも、うん、でもペイちゃんの食べ方の方がいいんよ。ゆっくり食事ができるやん。私さ、人と食べに行ってもさ、あ、早く終わっちゃう気がする。なるほどね、するんよ、食事が、うんうんうん、その時間が、うん、ゆっくりの方が、うん、ランチに来ましたとか、うん、できる気がするし、でもそれは私、遊ぶさんと同じだと思う。あ、遊ぶさんもさ、一緒にシェアってなると食べちゃうって言ってたじゃん、うん、もうめっちゃ気持ちわかるよ。あ、ゆっくりな人と一緒に食べると、うん、私がどこまで食べてるのかわかんなくて、うんうんうん、で休憩もできない、そう、食べてる間に箸を置くってこととかね、うんうん、せっかちおかまねせっかちなの、せっかちおかまじゃねえのよ。女装して、でもさ、女装と思った方がちょっとしっくりくるとこもあるもんな。女装子よ、あなたは藤原女装子しっくりくるやん、ほらね、藤原しおりよりなんか、うん、藤原女装子全部漢字ね重い女装に子供、うわ、もう女装する人やん。女装に娘でもいいけどね、その方が可愛いな。女装子、女装子、女装子、オス、
モームスじゃねえからつんくさんみたいなモームスとつんくさんの合体みたいな、そう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 、あ、いいじゃんいいじゃん、ほら令和って感じなんか送ったでしょ、私に今出てきたわよ体の中から、ね、生きようね、しおりの男の部分が今、そうな、なんかそうなって何、この感じでついてた方がもうセクシーつけようかな、やっぱアパレルの血が出てきとる、褒め上手、あなたはこれをつけてた方がセクシーです、なるほどね、原宿のショップ店員時代の、そうそうそう、ショップ店員時代の血が騒いでる、トップスみたいに あそこを進めてくるんです、そう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 、あなたはこの形かしらそのノリよ、今の進め方って、うーん、本当に料理上手なおかまよ、あらバチ当たったかしら、そうね私いつもなんだけどさ、シャワー浴び終わってさ、風呂場から出るじゃん、うん、でこう体拭いてる時にさ、うん、私ここだけいつもぬるぬるしてんだよ、ボディーソープ、ここだけ多分私なんかシャワーでさ、あ、こっちで持ってるからかどっかで逆にしたんか、自分とかじゃなきゃ多分ここのここの部分のボディーソープって流れないの、ね、よ、え、あれはあのかけるのはしないの、いや私かけない、あーだからか、うん、かけないかけないからあーそっか、だからいつも、うん、バスタオルで体拭いてるときにもう一回泡立つのよ、へえ、もうやだってなるけど、うん、ある程度もう体拭いちゃってるからもう一回シャワー浴びるのも嫌じゃん、嫌だ嫌だ、だからもう何、蛇口ひねってこうやって、あの洗面台でこうやって冷水で流すのよ、何もう落ち着かないよね、なんかここも泡立つって言ってなかった前そういえばここもそうだね、ここに関しては最近やっぱりちょっと肉付きが良くなったじゃん、うん、だからここの部分が増えたのよなるほど、普通だったら重力でそうそうそう、ここなんか泡がたまらないとこだったね、ここも影になってる、日陰になっちゃってるから、そう、ね、ちゃんと下からこう当てないとここ流れていかなくなって、うん、だから上からだけだともうここがもう、なるほど、そうそうそう、ぬるぬる事情ね、そうでもね、この間その私の誕生日プレゼントを買いに行くときに、うん、プールみたいなバスタオル、うん、あの小学生時代 あのプールの時に使うバスタオルを本気で選んどったけど、うん、やっぱあれは今も欲しい、欲しい、うん、なんかあれ好きなんだよね、あのこうあのパチパチパチってこう締めてさ、こうかぶるだけのクリオネみたいになる感じの、アグネスちゃんか、アグネスちゃんとクリオネじゃあさ、うん、恋愛の方はさ、どっちを結局進めていっとる、まあ一旦振り出しかもごめん一旦振り出しかもいやいやそうさ、そうだ、あの5時間寝ました時に気づいたんだ、うん、それ言うともうみんな意識してきてるじゃん私全然その気ないのにさ、だからさ、だけどさ、しおりさんがさ、いつもさ、私がそうよって言うとさ、そうよってこうお迎えしてくるじゃん、だから意識して使ってませんかみたいなコメント来てさ、使ってないしそっか、困るよね、使いづらくなるよいや私は多分ペイちゃんの YouTube 笑っちゃうっていうか多分好きなんよ、うん、それはもうペイちゃんがさっきの渡辺真知子さん好きとか、うん、モームスが好きとか同じように、なんかその歌とかのファンみたいな感じで、そのあなたが紡ぐ言葉のパズルの組み方が多分好きなんだよ、私自身がね、学生並みに食べるからね、ダメなの、うん、ま、ラコステのヘアバンドして、自宅でラコステの、しかも白選ぶ、コメント今度、そうよ、ユッティでも外すわよ、うん、もう、そうよ、家ではなんかおかまなんだよ、ね、おかま認めた